結婚前に婚前交渉があるのはもう当たり前ですからね。その時に、要するに泣かないでいい、もしくはその命の危険なこととかなんかを考えたらね、あれしていきましょうって。ああ、でも、これ、あれよ。いいところよ。この、マイナス、あ、ごめん。いいところというか違う。私がゴルフ道具査定しておけやない、これ。違うと思う。あと、古いのは多かったさ、工具とか。ああ、そうですか。あ、というか、ゴルフ道具はしょうがないんだい。随分昔の本だ。うんうん。あとはもうパソコンのが、それ500円、1万円貸して500円とか、それも何回もリピートをしてる。もうめくらまんで貸すまいよね。そこら辺だね。だから最終的にそこの、用途分かっとらんのがやっぱ弱いよね。私がね。ゴルフ道具とかさ、パソコンとかは、よう分かっとらんめえが。みそもクソも一緒やろうが、さすがに。あと、だけど、ちょっと今度勉強会してもらった方がいいかもしれんね。パソコンは最低、ここを見て、あ、でも、ねえ。いや、結局さ、今やったら、せめてセブンまでしか扱っちゃいけないってことやろ？でも XP までなんとかならんいや、ね。もう XP もダメです。XP 自体がダメです。うん。いや、ただね、秋葉原とかではね、部品取りで買っていく人とかおるけん、そんなのなんか買い手さんとかがおったりするらしいったい？ただ、そんなルートを見つければいいっちゃろ。ただ、送りチン考えたらもうトントンやろね。オークション出して大体その、まあ、XP のノートだったら3000円とか。あ、それは多分部品取りなんよ。その人たちって。きっと。まあ、そんなとこやろうね。もうジャンクですっつって出すってことやろ。うん。まあ、だけん、多分安かろうねと思ったら、そこは少なくとも1000円って差し値を入れとくとか、いうとこもあるかもしれませんね。オークションに出すにしても、リカバリーとかできなかったら、もう出すもないじゃない、競売とかでノートの、まあ、ノパソコンはそういうことやね。これ得てないだけ。それはこの前買い取ったしょうもないやつ。もうゼロ円で取ったもの、自然になりました。けど、まあ、このマイナスは別に普通、通貨過程のマイナスですよ。うん。ちょっと、もうちょっとね、私の一番の下見にさ、ほんと誰か連れついてってくれたらいいけど、みちこちゃんまだちょっとまだ無理っちゃうね。でも、行けるのはみちこしこらね。ねえ、こいつも来られるもんね。みちこ行かせるか。みちこと一緒に行くか。サポート。私がサポートする。 いや、てか、あれね、分かった人としてくれれば、これはアウトですか言ってくれるっちゃ、こいつさんとか、ああ、でもそうやけど、ああ、でもこう、PK とかつけとくとか、これダメって、これ取ったらダメだ、ダメとかね。ダメなのに、PK つけとくだけで十分違うわけよ。だから私が見たらさ、ついこう、下見もしてなくて、つい声かけるけんさ、私も追っかけるけんさ、だけど、PK ってついとったらいくらでも、あ、取らんよ、声が、ああ、ダメだ、と思うけどさ、それでも随分違うっちゃ。それと、こんなの欲しいですねって、これ、一言言ってもらっとったらさ、ああってなるやん。だ、そういう意味では、コシさんなんよね、バッグはね。でも、やっぱ誰か手伝いが来てもらうのと来てもらうのはだいぶ違うやろうね。まあ、ちょっと今後考えます、それは。わかりました。
あ、もしかしたら東京に持っていくよりも容易だったら骨董品を、大川って遠い、久留米の手前やろうかって。ああ、家具の町ですね。うん、なんかオークションがある、オークション会館近日オープンってよ。ほんとね、着物、洋服、質流れ品、骨董品、楽器、カメラ、時計、美術品、家具、古銭、リサイクル商品、各国電化製品などの、で毎週土曜日10時開催。みんな。で、しかもこんなところですると。こんなところ。こんなところ。特権、よかったら業者説明会に今度来ませんかっていうやつ。アウトレットアンティーク。ねえ、あの、わざいつもさ、あの、下関まで行きようこと考えたら、大川は、あれやろ、その高速で行って久留米の手前やろ。まあちょっと降りててこうやろかもしれない。高速からだいぶ時間かかるか。大川って。今年も行ったことないけど、地図で見て、この間ね、あの、あそこ。なんか福岡県の地図がたまたまこうかんいい感じのやつを、あ、大川ってここったやと思ったんだけど、久留米にちょっと手前やね。あ、久留米と、大牟田の間って言ったら、こう行くじゃん、こうなっちゃう。どれぐらい集まるんですかね。まあ、だんだん集めてくるようになるのか。はじめは少なかろうけどね。いや、逆にね、安いとやったら買いに行ったらいいかなと思ったりもするけど。一般市民も多数参加できる。それ遊びやみたいな。一般市民も参加できます。ってことは一般市民買えるってことかな。あ、じゃあ逆に言えばこれ出品業者受付中ってこと、出品してくださいっていう意味なんやね。そうですね。うん、でもあんまり安いようじゃね。一回行ってみなわからんけどね。一般市民が買うと。でもいいよな、業者が高くなるかもしれない、ね、やろ、物によってやだろ、うん、素人ですからね。そう、追いかける人、そう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 、それ月曜日やろ。ああ。行けなくはないっちゃうけどね、説明会聞きに。あ、知らない、14日行くって言ったね、あなたね。あれ、あれもこいつまで言いました。あ、そっか、なら行けるか。ああ、そうやね。じゃあごめん、はい、自分の車で行っとってくれる、それ。ああ、いいですよ、挨拶行くの。はい、うん、でクオカードもらって、後から。ああ、で越したのも昨日のやつも500円ちょっとクオカード渡すって。ああ、分かりました。ちょっと私それ大会行く、私あの店裏でそのまま回ります。ああ、分かった。じゃあその時は越したん、うん、そうね、早めに回った方がいいよね。はい、うん、分かりました。はい、じゃあ越したにその旨にちょっと一応 LINE とかなんかあれ、とても、はい、あの要するに自分挨拶回りも店に来ずに、はい、あの行きますから、はい、お店の経理よろしくお願いしますということで。じゃあちょっと私それ行ってきます。はい、お願いします。ね、どうしようですか。2時から30分。うわぁ、初めての大川。あ、でも説明会も大川ありますか。だってそうよ、 あのこれなんて読むとこの、イノシシっていう字はさ、なんたらさ、3つのイノシシ銀行。あいや、イノシシって言うじゃん、三髄にイノシシって書いて。ごめんね、もう福岡のこと知り尽くしとつもりが何も知らん。福岡市とその周辺市が知らん。知らん知らん。すごいや。私今日U メールをいただきましてご連絡を差し上げております。株式会社春町と申しますが、お世話になります。で、これは今度初めてあるんですか。はいはい、あ、
なるほどですね。では一応4月の14日に、業者として、まあ、一応説明を聞きに行くときに必要な書類は例えば質屋営業許可証とか古物営業許可証とか。あ、そうですか。はい。あ、そうですか。ただ説明を聞いて、その登録するってなると必要ではないんですか。はい。はい。もともとこれをこう立ち上げられる 方は、どういった方 が立ち上げようとしていらっしゃるんですか。元何をしていらっしゃった方が、うん、とか、はい、はい、はい、なるほどですね。わかりました。じゃあ場所は水間銀行記念館ということですね。駐車場はすぐ近くにございますか？あ、そうですか。で、私福岡インターから乗ってくることになるんですけど、何インターで降りることになるんでしょう？インターから降りてですね。わかりました。はい。じゃあ、当日、説明、伺いたいと思います。はい。よろしくお願いします。どうも、失礼いたします。おもろそう。